世界のジャパンチャンネルへようこそ。今回は日本の園児送迎バスが海外の皆さんから絶賛され話題になっていましたのでご紹介します。ぜひ最後までお楽しみください。時折街中で見かける園児送迎用のキャラクターバス、子供受けが抜群であろうことは想像通りですが、実際にキャラクターバスの導入後に入園希望者が増加するケースは多く、園の経営者側からするとほとんど必須アイテムになっているようです。少子化の影響を受けて幼稚園の入園者も減少しており、各幼稚園では入園者集めに工夫を求められている模様です。キャラクターの中には人気の動物、猫、犬、パンダ、イルカにクジラまでいます。園児たちにはニャンニャンバス、ワンワンバスなどと呼ばれているようです。動物だけでなく人気キャラクターのものもあり、ピカチュウ、ドラえもん、ハローキティ、機関車トーマスなどがあります。車体にキャラクターが描いてあるだけのものから、バス自体がキャラクターや動物のようになっているものまでいろいろあります。このキャラクターバスを試行する専門の業者もいくつかあり、ガラス繊維と樹脂を混合させた特殊プラスチックを車体に取り付けたものであり、現実的な話をしてしまうと、通常のバスが450万前後で販売されるところを約2倍の850万円前後もするそうです。特殊プラスチックの利用度を減らした廉価版であっても600万円前後と、なかなかの価格がしてしまうようです。2代目のバスとしてキャラクターバスを導入した幼稚園によると、これに乗る園児と他の通常バスに乗る園児とを公平に分けるのが大変だと言います。実際にキャラクターバスに乗車した子どもたちの目は生き生きとしており、ずっと乗っていたいといった声も聞こえ、大好評とのこと。また周辺の住民にも、私も乗りたいと評判がいいほか、目を引くキャラクターバスが通ると対向車が速度を落とすことから事故防止に役立つなど、街の雰囲気を良くする効果もあるようです。さて、こうしたキャラクターバスですが、実際に入園数にはつながっているのでしょうか。一時期定員割れをしていたある幼稚園では、SL の見た目をしたバスを導入した年から、SL バスに乗りたいとして入園してくるケースが増えたといいます。また、他の幼稚園の例では、バス導入により20人も入園者が増えたと具体的な例もあり、効果は確かにあるようです。確かに高価なキャラクターバスではありますが、十分に元が取れているようです。園児送迎用のキャラクターバスは日本以外では極めて珍しいようで、園児を楽しく通園させるというアイデアに絶賛の声が相次いでいました。それでは海外の反応をご紹介します。絶対キッズたちはウキウキじゃないか。日本にあるものは何でも可愛い。アメリカのスクールバスも真似するべきだな。このバスの近くじゃ荒い運転をする人はいなそう。こういうバスでお迎えに来てくれれば、俺も学校に行きたくなったと思うんだ。クレヨンしんちゃんで見たことあるわ。あらゆる次元でただただ素晴らしい。これが猫バスか。日本はすぐにアニメを現実世界に持ってくる恐ろしい国だ。とてつもない完成度の高さなんだが、天才的。日本を好きで仕方がないのはこういうところ。無理するなってくらいにクールであろうとするでしょ。日本の子供たちは本当に幸せだね。園児バスですらこんなに可愛いなんて。子供たちに楽しく通ってもらいたいのね。どうして私たちはこういうアイデアを出せないの？小さい頃からこんな環境で過ごしているんだから、そりゃあ独創性を持った人材が生まれるわけだよな。
あはは、すごいけど、ちょっとやりすぎ。私の国でも採用してほしいです。私はポケモンのピカチュウがお気に入り。キュートの積みすぎで捕まっちゃうわ。日本が私に引っ越してこいと言っている。私の子供が通っている幼稚園も導入してくれないかな。自分の娘も日本で育ててあげたくなった。可愛いバスから可愛い子供たちが乗り降りしてる姿を想像しただけで笑顔が止まらないよ。幼稚園バスすら日本館に溢れている。これなら幼稚園を休もうって気にならないよね。どこの国かと思ったらまた日本でした。日本の政府は終わりのない戦争よりも教育の方にお金を費やしているようだね。素晴らしい。あんなスクールバスが欲しい。毎日の笑顔はこんなスクールバスから始まるんだろうな。日本の学校に行きたい人？こんなバスだったら私も毎日行きたくなっちゃう。日本のような可愛い幼稚園バスだったら私たちの子供はもっと良い子になってくれるはず。絶対そうに違いない。なぜか運転する男性も可愛くなったような気がしてくる。可愛すぎる。我が国も勉強しようよ。目立つようにするために黄色く塗装して可愛い柄をつけるだけでもいいよ。日本って本当にアイデアもクオリティも欠けない。すごい。広い公園でもこういうバスが走っているよね。こういうバスに乗ることによって日本の人たちの人格が形成されていくんだな。世界中の子供たちがこういうバスに乗れるといいね。私の国でも日本の幼稚園バスみたいなのを作ったら一体どれだけの子供が学校に行きたくなると思う？まあ目新しさにもすぐになれるだろうけど、可能性を秘めたバスだよね。息子がピカチュウのバスに目を輝かせております。俺としては喜んで自家用車として使うな。日本の幼稚園バスありえないくらい可愛い。日本の連勝記録が一向に止まりませんな。日本は幼稚園バスですら可愛らしいんだな。子供たちが乗っているバスだってすぐに気がつくから、周りのドライバーも安全運転するし、いいよね。独創性が要求されるような仕事は、日本の人たちに任せておけば、成功は約束されたようなもんだ。なぜネパールでは、こういうバスを走らせることができないのか、納得のいく説明を国に求めます。なんていうか、園児バスとしてこれは正解だよね。せっかくならトトロの猫を使えばいいのに。私好きなの、猫バス。私たちは日本に何光年も話されていることを今知った。日本だけ恵まれすぎでしょう。私の国には古びた黄色いバスしかないっていうのに。この発想はさすがに日本の人たちにしかできないと思う。ドラえもんのバスまである。わーい。本当にクール。特にピカチュウが最高。子供が楽しく通える方法をいろいろと考えたんだろうね。きっと教育も素晴らしいものなんだろうと思う。これは大人になってからも楽しかった思い出として残るよね。私の国の子供たちは想像力を育む機会すら与えられない。あんなに可愛いバスなら私も喜んで通園したんだろうな。今この瞬間、親日家の私が誕生した。いかがでしたでしょうか。こんなバスなら喜んで幼稚園に行ったのにというコメントや、自分の子供の幼稚園も採用してほしいといった意見が目立ちましたね。子供が幼稚園を好きになるように、可愛いデザインの送迎バスを使うのはとても有効な手段ですよね。またアニメでは絶対的な人気を誇る日本ならではの文化とも言えます。日本に住んでいると普段このようなバスが走っていても何も思いませんが、海外の人たちからすると驚くような日常だということを知り、
ありがたさを感じます。他国にないものの一つ一つが日本の観光ブームにもつながっているのではないでしょうか。動画をご覧の皆さんは、バスにしてみてほしいキャラクターはありますか？ぜひコメント欄で教えてくださいね。動画をご覧いただきありがとうございました。グッド評価、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。またのお越しをお待ちしております。